ここも、ここの朝食が美味しいって評判も。どうしたもイダテン、何か気になることでもあんの？ダメっぽ。ダメ？何がダメなんだも？今はこの店の料理を食べる気分じゃないっぽ。この店が嫌なのかも。嫌いじゃないっぽ。でもダメっぽ。イダテンは別の店がいいっぽ。アバリティアに食べに来たいっぽ。今からアバリティアに行ってたらトラは餓死してしまうも。そんなに時間はかからないっぽ。まばたきする間に行って帰ってこれるっぽ。そんなことできるのはイダテンだけも。いいからここでご飯を食べるも。イダテンは嫌っぽ。ちょっと落ち着けよ二人とも。イダテン、聞かせてくれ。朝食にこだわりがあるんだよな。こだわりっぽ？それはよくわからないっぽ。イダテンは美味しいものは何でも食べる、まずいものは一切食べないっぽ。十分こだわってるもん。というかそれってただの好き嫌いだもん。違うっぽ。好き嫌いではないっぽ。美味しいものは食べ物、まずいものは食べ物じゃないっぽ。イダテンは食べ物以外は口にしないっぽ。それって美味しければ何でも食べ物だと思ってんの？もちろんそうっぽ。うまければ何本でも食べるっぽ。もうトラはうまくないもん。キュートで可愛いけど美味しくないもん。心配ないっぽ。いくら美味しそうでも仲間は食べたりしないっぽ。夜中にちょっとだけ味見をして我慢してるっぽ。もう！なるほど、朝起きるとトラの足が濡れてるのはそのせいだったのか。どうしてこの店を嫌がるんだ？別に嫌じゃないっぽ。この店もとても美味しい料理を出すっぽ。じゃあ問題ないも。メニューはいっぱいあるんだから好きなものを食べるも。だからもう食べたいものがないっぽ。そんなのただのわがままだもん。わがままじゃないっぽ。イダテンはみんなが起きる前にこの店の全部のメニューを確認したっぽ。もしかして宿屋で食べてたものって？その通りっぽ。この店の料理っぽ。すでにメニューにある全部の料理を平らげたっぽ。さすがイダテンだ。やることが早いな。いや、いくらなんでも早すぎも。トラにはついてけないもん。